はい、こんにちは、田中宮やです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、今日取り上げたいと思っていることは、私の一日のルーティーン、毎日やっていることについて、 ちょっと語らせていただければなと思っていますあの興味を抱いていただけるかどうかは分かりかねるんですけれどもあの一応私えっ、ー、とまあ、えー、ある、えー、いくつかの習慣を、えー、毎日、えー、できる限り行うようにしているんですね今日はちょっとあのそれがどのようなことなのかということと、えー、どれほど自分の、えー、生き方というか、えー まあ日々の、えー、行動であるとか、えー、自己成長といった部分にあまりこの言葉実は使いたくないんですけれども、えー、寄与してくれているかっていうことを語らせていただければなと思っています。えー、ま,まずその起きるのが僕昼とか、えー、今日は10時ぐらいに起きたんですけれども実はそれ早い方で11時とかにいつも起きてるんですけれどもナイト・ア、えールまあ、えー、俗に言う夜更かしなんでというのも フリーランスだから、えーこうまあ、今一人で生活してるわけでこう夜に仕事することが多いんですよね。これフリーランスのライターあるあるだと思います。えー、で、それで、まあえー、まあ起きるとするじゃないですか。起きた後まずこれを撮影するんですよ。YouTube。えー、1本。えー、ですごい暇な時は時間が差し迫ってない時は2本撮る時もあります。 あとは、ま、パソコンの容量の問題とかもありますよね。えー、それで撮影することもありまして、で、まずそれを撮影しますと。で、その後で、あの、仕事を始めるんです。まあ、撮影前にご飯も食べてますけど。で、あの、まあ、夜ぐらいまで、えー、仕事を続けて、で、僕は、あの、ノートっていうのをやってるんですよ。SNS というか。あの、まあ、ライティングメディアっていうんですかね。 あの自由に誰もが記事を発表することが何自由に何かを書くことができて日記であってもいいしそれは物語フィクションでもあってもいいしでそれをあの有料で販売することもあの設定簡単に設定できるんでそういったメディアでやらせていただいてるんですけれどもそれ毎日1,000字っていうことを決めて書かせていただいてまして特にストックもなく YouTube はちょっとストック的なことをやってるんですけれども えー、特にそれはストックもなく毎日毎日あの先、えー、夜の9時ぐらいから、まあ、大体夜の8時9時10時ぐらいから、えー、書き始めて、まあ、あの30分ぐらいかけて書いてるのかな、えー、ですけれども、えー、それを毎日やってましてでそれをもう今、えー、今年の3月ぐらいから始めて230日ぐらいはもう、えーまあ、正確に数えてないですけども経過しているんじゃないかなと思ってます連続で途切れることなくやっておりますね。 であの毎日やってる習慣はこの2つだけではなく、えー、まあ、それが、えー、ノートの執筆が終わったらでちょろっとそのまあテレビとかドラマとか好きなんで、えー、ちょっとチェックした後にまあ、えー、走りに行くんですよ夜、えー、地元を地元というか住んでる場所の近くをまあ、それがまあ10時とか10時とか、まあ、なべこ遅い時間帯には行かないようにしてるんでちょっとあの えーまあ、危ない目に遭ったことはないですけれども、真っ暗になると人も少なくなるんでね、で事故とかも会いやすくなっちゃうんで、えー、なるべくその人がまだ歩いている時間帯に、えー、走りに行くっていうのを、これは、まあ、あの毎日走っちゃうとさすがに壊れちゃうんで、足が、えー、週5日とか、えー、ぐらいとか、えー、まあ 可能ときは6日とか行くんですけれども、まあ年齢も年齢なので、ちょっと頻度は落とそうかなと思っていて。で、まあ、それは1日6キロぐらいはやってますね。えー、これ、あの、ダイエット、24歳ぐらいの時に、僕はあのめちゃくちゃ太った時期があめちゃくちゃではないんですけれども、今より12、三3キロ太ってた時期があって、まあ、すごいストレスとか溜まっちゃったんでしょうね。大学院に入って当時、で、その1年でなんかめちゃくちゃ太って、まあ、大学時代からちょっと兆候はあったんですけれども、 時のまあ、全然運動とかしてなかったんで、もう高校出てから、それですごい体がなまっちゃって、えー、で、まあ、どんどん太って、ブクブク太ってしまったんで、それをなんとか解消したいと思って始めたことなんですけれどもね。で、まあ、あの、ただ走るだけでダメでダイエットが必要だったんで、25、6の時に、えー、ダイエットを観光したんですうかね。26かなあ、覚えてないや。えー、25、五6ですね。うん。 で、その時にまあ一気に13、四4キロぐらい寄せて、で、今それをキープしてる感じなんですけども、40歳になった今で、その時にもうまあ24歳ぐらいから走り始めたんで、その時の習慣が今も続いている感じですよね。で、あとはそれが帰ってきた後、あの、DMMA 会話って僕やってるんですよ。あのこれ2016年ぐらいから始めたのかな。三十32歳ぐらいですかね。えー、始めさせていただいて、これもあの、 4, 4, 4日連続で受けて1日休むっていうスケジュールで、えー、やらせていただいていてでそれでだいぶおかげさまでもう8年ぐらいになるんでまあもうそろそろ卒業しないといけないとは思うんですけども、えー、まあそこそこ話せるようにはなってきたのかなと思っています僕何にも当育とか持ってるわけじゃないんで自分がどれぐらい英語力があるのか英語が話せるのかって全然わからないんですけれども。 というのも、僕、会社員とかじゃないんで、別に、当育スキルがえあったからといって有利に働くわけじゃないから、ぶっちゃけ受ける必要がないといえば受ける必要がないんですよね。なので、あ,あと、当育自体がその英語力の指標にはならないんじゃないかなという、個人的には思っている部分はあるので、分かんないんですけどね、憶測なんで、もし、当育が英語力、話せる指標になるんだったら、それはそれで。 素晴らしいいいこととなななんじゃないかなと思いますただあの、スコアはとりあえず持ってないんですね、まあ。いつか挑戦したいなとは思ってるんですけれども。ただ、それはあ,のあまり勉強しないでいい点取らないとあんまり意味ないんじゃないかなと思ってるところもある,あるんですけどね。まあ、話しずれちゃったんで置いときますけど。という,うまあ英語っていうのを、えー、毎日やっていて30分ぐらい、えー、ティーーチャーと、えー、25日、トゥーターと話をさせていただいていて。 それでまああの、まあ代別させていただきますと、毎日やってることっていうのは、この YouTube の更新、ノート、走りに行く、ジョギング、6キロ、えあとは、英語ですね。で、寝る前に必ずストレッチを、すごい忙しい時は無理なんですけども、ストレッチをやるようにします。ストレッチやってる時に、ストレッチやる前とやる、やった後だと、もう、 完全にそのもう寝心地が違うんですよ。よくすんごいよく寝れるんですねストレッチ入れたあとストレッチ始めたのは23年ぐらい前であの腰を痛めちゃってちょっとあのトレーニングのしすぎとかで、えー、トレーニングしすぎて姿勢が悪かったんですかね、えー、姿勢が悪くて、あのー、腰痛めちゃってそれでその整体でリハビリ受けている時に自分でその 別に何か言われたわけじゃないんですけれどもあの生体師さんからねストレッチを入れてみたらすんごい快適に眠れて体もすごい柔らかくなったのを気づいてそれからストレッチはなるべく毎日やるようにはしてますね寝る前にあとかちょっとした筋トレを軽く入れてますジムに行ってるわけじゃないんですけれどもプロテインとかも飲んでるわけじゃないんですけれども、えーまあ、あの腹筋と、えー、腹筋とその腕立て的なことはやってて これだけでもだいぶその体っていうのは絞れて、絞れてるというかなんか見栄えは良くなってるんで、まああのー、まあやらないよりはマシかなと思っているところではありますよね。ただその、今後そのジョギングから、あのー、ちょっとジムトレーニングに切り替えていこうかなっていう部分も考えてはいるんで、まあちょっとその、中で走るとちょっとその景色が変わらないんでちょっとつまんない部分はあるんですけども、あのー、まあ ちょっとまあ肉体改造的なことはまあ興味はないわけじゃないんでやってみて、えそれでもうよりその、なんというかこの健康的な体になって、えいきたいなっていうえ気持ちはえあったりしますね。まあ今もうそんなに全然絞れてないとかブヨブヨとかそんなわけじゃないんで、もちろんもう元々、元々というかダイエットのおかげで結構痩せてるんで、あの、ただちょっとまあえ今後はちょっと、えぇ、年戻っていくし、え、ー えー、まあ衰えすぎないように筋肉つけていければなと思っています。はい、えー、こんな感じで毎日のルーティーンをやらていて、これをあの、仕事と並行してやらせていただいています。えーまあのー、まああの、まあルーティーンのこの効果なんですけれども、特に一番大きかったのが、このやっぱり YouTube とノートですよね。これ全部今年から始めたんですけれども、あのー、これってすごい、 あの、自分を律することができるんですよ。その、特にノートなんですけど、ノートがある、もののノートを夜に更新するって、ほとんどその場合そうなってるんで、更新できない時もあるんですけれども、そういう時は日日中とかに更新するんですけど、毎日更新するって決めてるから、あの、変にその、夜遊び、夜遊びするわけじゃないんですけどね。あの、まあ、夜に繁華街に行ったりとか、夜遅くまで買い物に行ったりとか、あの、そういったことがなくなったっていうのはすごく大きいですよね。あの、絶対その、 更新しななきゃいけないけからでストック貯めてるわけでもないんで必ずそのどこかでやらなければいけないって決めてるんでってことになってるんであのー、もう必然的にあもうそろそろ切り上げて帰ろうっていう、えー、気持ちになったりするからなんかでそれによってそのあのー、まあ仕事にもこういやもうは早くその場をどこにいても早くその場を離れて一段落できる場所に行くって行くんであのー 仕事とかもちゃんとその後に、えー、パッて動いたりとか、えー、日々のルーティンとか他のルーティンとかも英語とか走りに行くとかもパッて行けたりするから、そこはすごい、えー、ノートやっててよかったなと思っています。YouTube に関しても、そうですね、毎日何かこの喋るとか話すとかっていうことを習慣にして、なんかアウトプットっていうのをやっていくと、そのアウトプット脳になるっていうか、ノートもそうなんですけれども、 なんかいろいろとその日々何、えー、日々のことに関して、えー、まあニュースを見たときに、あ、これ喋ろうとか、えー、そういうような、えー、意識に勝ったりとか、えー、普段何をしていても、あ、これちょっと使えるんじゃないかとか、えー、いうような、えー、頭になっていく、アウトプット思考になっていくので、どんどん脳が整理されていくってありますよね。で、これルーティン自体のいいことだと思うんですけれども、やはりその、えー、それを守る、守ろうとするんですよ、体が、脳が。 なので、その自然と自分の生活が、規律が正しくなると、規律正しい生活を行えるというような形になると思います。あとノートと YouTube をやっててよかったことだが、その、周りに自分を監視してくれるっていう意味があるんですよ。これ前もちょっと話したと思うんですけれども、 あのー、これをやることによって、あ、こういう、今日この人やってないなっていうのは気づかれてしまうし、あの、母子をサボってしまうと。そのもう一つっていうのと、あと、あ、変なこと言ってないなとか、変な生活してないなっていうような、変な生活してないようなこの人、変なせこと言ってないようなこの人っていう、なんか、自動監視機能が働くと思うんですよね、周りからの。それもあるのと、あと、自分で自分を監視することができるっていうか、あのー、自分のことは自分が見てるよっていうような。 気持ちになるんですよそのノートを毎日やらなければいけないノー YouTube やらなければいけないなければいけないっていう言い方よくないですけどこれをやるって決めてるんで、えー、そのことに関してその、えー、もう一人の自分というか「おいお前今日はサボってるな」とかなんかそういう風な言ってくれるんじゃないかなっていうような気持ちになると思うし、えー、自分でこう,やってこうやって公開することによって、えー、なんか、えー、いい意味で自分を追い込んでいけるんじゃないかなって思うんで。 悪い意味で追い込んじゃいけないんですけど、いい意味でその自分に刺激を、プレッシャーを与えてくれるっていうような、えー、効果もあると思うから、えー、やっぱりその何か発信するって重要なんじゃないかなと、えー、毎日、それをできれば、えー、頻繁に、可能であれば毎日発信していくってなんかすごいで、それをルーティンの中に組み込んでいくってすごい重要じゃないかなと思っております。はい、えー、以上になりましたが、えー、これが私の、えー、毎日の習慣になっています。 え皆さんどう思っていただけたでしょうか。えー、この動画がもし良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、それでは